まあ、少ないです。で、また質問いただいたのが、ネットで稼ぐと。仕組みの作り方を教えてほしいです。構築法ですね。仕組みの構築法。ネットで稼ぐ仕組み、どうやって作るんですかということを聞かれます。で、スマホだけでやりたいって人もいますし、集客と販売の仕組みを作りたいということなんですけども、やっぱりですね、DRM っていう昔からダイレクトレスポンスマーケティングですね。で、これをですね、今の、社会、経済状況ですね。あとはその、ユーザーの認知度、それに合わせてカスタマイズしていく必要があると思います。やはりですね、今まではですね、SEO って言われるですね、Google での、ブログの検索ですね。で、ブログに、検索でブログにたどり着くっていうことがあったんですけども、今はですね、一番早いのはやはり YouTube、こういったショート動画で、集客をする。そしてそこから公式 LINE につなげて、そこで、教育だったりとか、ファン化をして、自社製品、製品を販売。